そばを2人分作ります。定番のマルちゃん焼きそば2袋とソースの素は1袋しか使わずに後で自分で付け足します。豚肉と焼きそばにタコを入れたら非常に美味しいので、これおすすめなんでぜひやってみてください。野菜はもらった人参と残り物のキャベツ、玉ねぎ、もやしと舞茸、これを入れて作っていきます。タレを作ります。料理酒を大さじ2、醤油を小さじ1、オイスターソース小さじ1、これ粉末酵素を1袋入れます。そしてまず半分ですね。溶かしておきます。玉ねぎは1/4、ざっくり切ります。貝が多いけども、これに対して